昭和天皇にまつわる意外なエピソード5選。歴代天皇の中で在位期間が約62年と最も長く、激動の時代を生き抜いた昭和天皇。今回は昭和天皇にまつわる驚くような話を5つご紹介します。5、世界最大戦艦の名付け親。全長263メートルの史上最大にして唯一46センチ砲を搭載した戦艦ヤマト。昭和12年8月21日に絶対に負けることのない最強の艦を目指し建造が開始されました。当時戦艦は旧国名や山岳名を用いており、ヤマトとシナノが候補に上がっていました。昭和15年7月25日、最終的に昭和天皇がヤマトの名を選ばれ、世界最大の戦艦ヤマトが誕生することとなりました。太平洋戦争開戦直後の昭和16年12月16日に就役し、昭和17年6月のミッドウェー作戦が初出撃です。昭和20年4月7日に特攻作戦に参加し沈没、北緯30度22分東経128度4分の海底で英霊とともに眠っています。4、野球を国民的スポーツにした。プロ野球の人気を決定的にしたのが、プロ野球をナイターで見たいという昭和天皇の要望でした。天皇が観戦する武道やスポーツ競技の試合のことを天覧試合と言います。1959年6月25日の巨人阪神戦で天覧試合は行われました。試合は両軍ともにエースを立て、互いに一歩も引かない攻防が続き、同点のまま9回裏に入りました。しかし激戦だったために、両陛下のご退席予定の21時15分の3分前でもまだ決着がついていませんでした。そこでミスタージャイアンツと呼ばれていた長嶋茂雄さんがサヨナラホームランを放ち、劇的な幕切れで試合を終了させます。以前から天覧試合を熱望していた長嶋さんは、一番の思い出にこの試合のことを挙げています。またこの天覧試合の6年後に、長嶋さんは昭和天皇から、あの時は良いホームランだったねとお言葉をかけていただいたそうで、昭和天皇にとっても記憶に残る素晴らしい試合だったのです。この天覧試合が長嶋茂雄さんの勝負強さを知らしめる日になり、野球が日本で最も人気のあるスポーツとして定着することとなりました。3、冗談がお好き。昭和天皇の食の好みは、若い頃は洋食、晩年は和食好きになったと公表されています。鮮魚は高級魚のタイやヒラメなどよりも、イワシやアジなどの大衆魚がお気に入りだったようです。そんな昭和天皇が生涯何度も興味を示された魚がフグです。じいと何度も議論を交わすも、万が一フグの毒に当たっては大変だということで、結局一度も口にしたことはないそうです。しかし昭和天皇はフグを食べてみたいと冗談のつもりで何度も言い、どうして食べてはダメなのか答えられないじいなどの困り果てた姿を見るのが好きだったようです。もちろん昭和天皇はフグを口にできない理由も知っていたとのことで、このようなお茶目な一面もお持ちでした。2、最長命の天皇。今年で退位される金城天皇は現在84歳で、初代の神武天皇から数えると第125代目にあたります。退位した天皇が再び即位する重祖によって即位した天皇が2人いらっしゃるので、人数では123人目となります。その中で最長命だったのが、激動の時代を生き抜いた昭和天皇の87歳8ヶ月でした。ちなみに最短命なのは第81代の安徳天皇で、満6歳8ヶ月でした。1、マッカーサーを感動させた。日本は1945年8月15日、昭和天皇による玉音放送をもって
第二次世界大戦での敗北を認め終戦を迎えました。同年8月30日に連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが来日、日本に対する占領政策を遂行する権限を手にし、東条英機など39名の戦争犯罪人の逮捕命令を行いました。9月27日、昭和天皇や皇族も戦争犯罪人として逮捕される可能性がある中、昭和天皇はマッカーサーに会うため通訳一人だけを連れてアメリカ大使館へ訪れます。そしてマッカーサーに対して直立不動のまま挨拶をした後、戦争に関するすべての責任は天皇にあり、いかなる極刑をも受ける覚悟があること、また天皇以外で日本には一人も戦犯がいないので国民が生活に困らないようにだけ配慮してほしい旨を伝えました。てっきり命乞いに来たと思っていたマッカーサーは昭和天皇の言動に大変驚きます。天皇こそが日本の最上の紳士であるとマッカーサー自らが積極的に天皇制維持に向けて動きました。また当時深刻な食料不足であった日本のためにマッカーサーがアメリカ本国に掛け合い食料物資の支援をしました。一心を捨てて国民に準ずるお覚悟を英機し、この心意気がマッカーサーの心を動かしたのです。ちなみにこのマッカーサーとの会見に関してマッカーサーの回顧録と通訳の人がまとめたメモで記録が残っていますが、昭和天皇はマッカーサー司令官とこれはどこにも言わない約束を交わしたことですから、男子の一言ごときは守らなければならないと生涯語られることはありませんでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。Thank you.